もよいまにちゃんです。届ける花丸、なやまるです。今日紹介するのはこちら、スペシャルメモライズおじゃ魔女ドレミリズムトップです。リズムトップって、一級魔法試験に合格した魔女見習いだけが使えるアイテムじゃなかったっけ。そうなの、おじゃ魔女ドレミシャープに出てきたリズムトップがスペシャルメモライズに登場してくれました。嬉しいよね。これまでにも見習いタップとかね登場してきて、もうおじゃ魔女ドレミファンはもうみんなね、このリズムタップのねスペシャルメモライズ化をね嬉しく思ってると思いますので、今日はこちらのリズムタップを詳しく紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。パパに、はい、こちらがリズムタップ本体になります。おー、リズムタップといえばこのお花のような、このキュートな見た目だよね。記憶の中のリズムタップそのものだよねー、本当に作中に出てたリズムタップがそのまま手元にあるみたいな感じだよ ね, ねデザインをね詳しく見ていきましょう。ここのね透明の蓋を開くとじゃじゃーんと、はい、魔法の実が現れました。うわ、このさ音符型の魔法の実もさ、このクリアでこのチュルンとした感じがすっごい綺麗じゃない。めちゃめちゃいいね。いいよね。魔法玉から魔法の実になってるっていうのがまた嬉しいんだよね。あ、そうなのよね、この音符の形っていうのもね、すごい可愛くて好きだったんですよ私、ね、そしてこの金色部分なんですが、金色メッキ加工だったり箱押し塗装になっていて、すっすごいキラキラツヤツヤで豪華な感じがするよ ね, ね。そしてこの魔法の実は作中と同様、じゃん、おお、このように取り外すこともできちゃいます。それじゃあ早速お着替えメロディーを聴いていきましょう。おー、リズムタップはあの印象的なお着替えメロディーが入ってるのかな。そういうことです。しかもこの真ん中のボタンを押すと自分のタイミングでパンパンってこう手を叩いてお着替えしているような感覚が味わえるような仕様になっているので、実際にやってみたいと思います。ドレミッチー。いやー完璧ー。言いたくなっちゃうよね、もう楽しいね、やっぱリズムタップっていう名前だけあって、このリズムが取れるのがめちゃめちゃ楽しいね、自動でパンパンっていう音が流れるんじゃなくって、自分のねタップに合わせてパンパンって流れるのが嬉しくない、いいね。なんか余計にこうどんどん押したくなっちゃう。あー、分かる分かる。パンパンパンみたいな、あそこもあそこもお着替えしたいみたいな気持ちになるよね。リズムタップ本体も光ってたよね、白色にこうふわーんとなんか白色な感じで光ってて、これも作中をね思い出しちゃったよね。ねえ、ね、魔法に包まれてる感じがしたよね、頭とかにやりたいね。あ、やりたいね、カンパンってね。しかもこのリズムタップはそれだけじゃなくって、お着替え後に素早く2回タップすると、このようにピコットポロンを取り出す音声も聞けちゃうんです。バンダイマニア、もう本当に当時の思い出が蘇ったよ。もう、ね、さすがはスペシャルメモライズ、全平成生まれが大歓喜してることでしょう、ね、最高すぎね、もう心が少女に戻ったよね。しかもこのリズムタップがあれば、テレビアニメおじゃ魔女ドレミシャープのオープニング曲でもあるおじゃ魔女はここにいるを聞くこともできちゃいます。いや、それも嬉しい。嬉しいよね、リズムタップから流れるってなんか夢みたいだよ ね, ね。ぜひね、おじゃ魔女はここにいる、そしてお着替え音声、いろんな音声をリズムタップで聞きながら懐かしい思い出に浸ってみてください。スペシャルメモライズおじゃ魔女ドレミリズムタップはプレミアムバンダイにて現在予約受付中。このアイテムは気になったら概要欄をチェック。バンマニでは他にも大人女子に刺さるアイテムをたくさん紹介しています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。